電車に乗るの。隣いいですか？どうぞ。発車します。あれ、こんなところに踏切なんてあったっけ？まあいいや。え、なに？ノロノロの呪い。キャー。ノロノロの呪いをかけられちゃった。重くて走れない。電車だにゃ。とにかく席に座って落ち着こう。よく見ると電車の中はお化けだらけだ。あ、車掌さんだ。大変です。この電車にお化けが乗ってるんです。大丈夫ですよ。みんなとってもいいお化けたちですから。キャー、逃げろ。ご乗車ありがとうございました。待ってにゃん。発車します。あ、電車が来るよ。ちょっと待って、またくねくねしてる。キャー、ヘビのお客さんだ。さあどうぞご乗車ください。君たちも隠れてないで一緒に乗りなよ。キャー。発車します。駅に到着です。早く降りよう。取れた。おっと、いけない。逆さまだ。んじゃ、そろそろ出発するよ。待って、僕も乗るよ。わあ、ガシャドクロだ。よいしょ。んじゃ、発車します。せずに乗って乗って。キャー。目の前に不思議な踏切が現れました。電車が来るよ。おや、あの電車なんだかおかしいよ。あれはお化け電車だ。そう、これは不思議な世界とつながっている踏切だったのです。
者にペロペロ舐められた。お化け電車は走っていってしまいました。この音、こんなところに踏切があるにゃ。電車が来るよ。やあ、こんばんは。幽霊電車だ。君たち幽霊電車に乗るなら駅まで来てね。んじゃ。電車が消えた。電車が来るよ。何が起こるかな。地面にひびが入った。わあ、穴が開いた。あ、落ちた。電車壊れちゃったよ。大丈夫。壊れた電車はお化け電車になるよ。さて、走るか。出発進行。んじゃ、また見てね。バイバイ。秘密の箱にはご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。じゃあね、バイバイ。